はい、皆さんこんにちは。ゴルフダイジェストの菊池です。さあ今回のゲストはですね、体のスペシャリスト、トレーナーの斉藤大輔さんにお越しいただきました、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今日は斉藤さんの、はい、まあ、お城というか、はい、あの本拠地にお邪魔しておりますけれども、まあ、素晴らしい施設ですね。ありがとうございます、ね、打ちっぱなしありパッティングにあり、そして、ね、本業 の, この、ね、はいはい、トレーニング施設がありという感じなんですけど、さまざ、あ、まなプロが、ね、こちらでトレーニング積んでいるわけなんですけども、はい、まず私の方が簡単に、はい、斉藤さんのプロフィールというか、ご紹介したいと思いますので、はい、2019年後半から2022年まで、はい、渋野日向子選手の、はいはい、専属トレーナーということで、はいはい、務められましたけれども、うん、それ以外にもですね、もう本当そうそうたる面々もご指導されてまして、はい、元世界ナンバーワンのリディア・コー選手、そうです ね、はい、それから稲見萌寧選手もそうですね、はいはい、そして、畑岡奈紗選手、はい、うん、さらには青木瀬令奈選手、今季初出場で取りますね、臼井麗華選手、はい、はい、ですね、はい、の方も指導されているということで、はい、まあ、すごいメンツが集まったもんですね、しかしね、そうですね、うん、はい、ね、結果的に、はい、結果的にまあね、人づてにというか、ね、そうですね、やっぱりこのトレーニングが作れてるよということもあったと思うんですけども、はい、やっぱり渋野選手の活躍というのは一つ大きかったでしょうかね。あ、そうですかね、うん、まあ、彼女の人望もあると思うんですけども、はい、はい、セレナさんと渋野選手すごく仲いいので、全英オープンで1回一緒になったりして、はいはいはい、練習ラウンドして、うん、ご飯食べて仲良くなってという感じですかね。なるほど、はい、ここで、まあ、皆さん集まってどのくらいこうトレーニングってされる、まあ、人それぞれでしょうけどね。そうですね、一旦来ると時期にもよるんですけど、はい、やっぱりシーズン中は週1回になりますね、うん、どうしても、月曜日か火曜日という形、はい、でオフは週2回とか、うんうんうん、3回とか、うんうん、はい、そういった形でかなり頻度は上がりますね。なるほどね、はい、はい、いや、そういうね、斉藤トレーナーなんですけれども、はい、まあ、こういうやっぱりスポーツ絡みのお仕事をされているということなので、うん、はい、ご自身もやっぱりなんかスポーツもともとされてたという。あ、そうですね、僕はずっと野球やってました。野球を、はい、なるほど、はい、じゃあポジションは、もちろんピッチャーだったんですけど。そうですね、はい、肩怪我して、うん、あ、なるほど、そうですね、最終的には外野でしたけど、はい、それでまあそういうなんか怪我をしたこともあってというのもあるんですかね、はい、そうですね、もともと怪我をして、選手としてはもうできなかったので、うん、治療家になろうと思って、あ、なるほど、それで、はい、まず治療家になりました、うん、はい、もう針とかそういう神経の世界で、はい、うん、なるほど、なるほど、うん、そこでまあいろいろと、はい、ごめんなさい、そこでいろいろ検査を積まれて、はい、でまあ、トレーナーの方にということなんですけど、はい、もうゴルフある意味こう特化してると考えていいんですか。そうですね、はい、もう10年以上前ですね、ゴルフだけに決めようと思ったのは、うん、はい、なんかそれは理由があったんでしょうか、ね、はい、なんか特に幅広くやるとこう少し中途半端になってしまうなって思ったのと、うんうんうん、まあ、ゴルフが楽しかったのと、あ、じゃあゴルフもされて。そうですね、あ、そうなんですね、やってました、ね、はい、でまあ、ゴルフご自身もじゃあプレーされたりとかっていうことは。そうですね、だいぶ頻度は減ってしまいましたけども、うん、やってはいます、はい、ちなみにどのくらいで回られてる。僕86ですね、ベストが。おお、素晴らしい。でも飛距離はだいぶ、ね、飛距離はそうですね、飛びますね。どのくらい飛ぶんですか。300ちょっとぐらい、ね、300ちょっと、はい、当たらないですけどね。なるほど、なるほど、はい、まあ、でも未だにゴルフも続けられて、まあ、ゴルフが楽しくなって、はい、でもゴルフ一本に絞ろうというようなイメージですかね、はい、なるほど、なるほど。でアメリカも結構転戦されていたんですよね、PGA、はい、ツアー帯同されて4年間、ね、はい、ちなみにそれは、まあ、そこで17勝ですかね。16勝、はい、16勝、はい、一番思い出に残っている勝利ってその中で何かあります。あ、そうですね、うん、まあ、2つですかね、まあ、リディア・コー選手が久しぶり、はい、4年ぶりぐらいに勝った時と、あとはイ・ジョンウン6選手が全米女子オープン勝った時が、うん、2019ですかね。2019年、はい、うん、やっぱそこはメジャーということと、はい、うん、そうですね、うん、僕自身も初めて、はい、だったので、うんうん、はい、それはすごく嬉しかったのを覚えてます。なるほど、はい、リディア・コー選手はやっぱりしばらくこうちょっと低迷してたっていうそういう時期があって。そうですね、うん、はい、それをサポートされてということですね、はい、4年ぶりだったですね、うん、そうです。他に
まあ、あとは畑岡選手もちろんね、ハイトされてたんですけど、はい、それ以外どんな選手とかっていらっしゃるんですか、LPGA で、アメリカで、はい、当時はメジャーチャンピオンでいうとパク・ソンヒョン選手、はいはい、選手とか、うん、モー・マーティン選手、あとチ・ウンヒ選手、チ・ウンヒ、はいはい、その3名ですから、そうですね、その3名ですね、はい、なるほど、まあ、あまたそういう選手を見られてるんですけど、この選手の体って、はいまあ、変な言い方ですけど強いなとかすごいなみたいな思ったことってあります？強さで言ったらやっぱりイ・ジョンウン選手ですかね、うん、ジョンシック選手がやっぱり強いですよね、やっぱりあとはゴルフってやっぱり強いだけじゃなくてこう、はい、なんですかね、自分の感覚を言語化できる能力だったりとか、感覚を言語化できる、はい、あとは感覚に対して自分で修正できる能力だったりとか、やっぱそういうのがすごく大事だと思うんですけ ど、 なるほど、その辺で言うとやっぱりリディア選手とか、あと稲見選手とかはすごく敏感ですよね、はい、今自分はこういう状態なんですけどみたいなことをやり取りできる、そうですね、やっぱりなんかこう専門家をうまく生かすというか、はい、そういうのが上手いですよね、はい、そうなんですね、ちなみにこう、まあ、例えばアメリカツアーでも日本ツアーでもいいんですけど、はいまあ、選手とこう、まあ、トレーニングする中で、はい、1週間のこうスケジュールというか、例えばその練習日に何をやってとか、はい、あと試合入ったらどうするとかっていうのを、はい、なんか一例としてあるとするとどんな感じなんですか、トレーニングっていう意味では。基本的には月曜日か火曜日に1回しっかりとトレーニングをして、そうですね、はいはい、ちょっと強めのトレーニングをして、でその様子次第3日間4日間にもよるんですけど、うん、疲れ具合を見ながらケアとトレーニングの割合をこう日によって変えるという形、こう少しちょっとこうなんていうか疲れはそこまでなくて、うん、むしろ体がちょっとこう抜けるような選手であれば、あ、はい、ちょっとトレーニングを入れたりとか強めにこう起こしていくっていうか、そうですね、本当にもう疲れてどうしようもないっていう選手だったらもう本当にケアだけやったりとか、それも割合をこう日によって変える感じですよね、はい、でまあそのなんだろう、馬力というか、はい、底上げするのはやっぱオフシーズン の、 そのトレーニングみたいなことになるわけですか。そうですね、オフシーズンもしくはオープンウィークでしっかりやって、はい、シーズン中にこう上げるっていうのはなかなか難しいので、維持ですかね。なるほど、はい、そうなんですね。でも女子プロって今もう連戦連戦じゃないですか。そうですね、毎週毎週、はい、もう大変ですよね、そういう中でトレーニングもやっ て、 そうですね、はい、特に食べれなくなる選手がすごく多いので。食べれなくなる、あ、なるほどね、ゴルフの場合こうどうしても朝晩しっかり食べれても、はい、なかなか昼食べるって結構難しいんですよね、スループレーで、はい、しかもゴルフバッグに持ち歩かないといけないの で、 そ う、 ですよ、ね、そうなってくるとやっぱり昼がどうしても軽くなってしまうん で、 でそれで体重落ちてしまう選手が多いですよね。なあ、そうなんですね、はい、じゃあもう食べるのはやっぱりプロとしては仕事というか、そうですね、大事な、ね、はい、トレーニングの一環みたいなところなんですかね、なるほど。逆にこうなんだろう、体この子硬いなとか、あ、最初弱かったけどすごい強くなったよねみたいな選手って指導されてる中で。そうですね、なかなかプロ、まあ、アマチュアの選手の方が多いですかね、そういうのは。誰かいたかな、なんかパッと思いつくと、パッと出てこないですね。薄井さんなんかは結構華奢でと思うんですけど、はいはい、彼女なんかはでも割と、彼女は結構ストイックですよね。あ、そうなんですね。相当で、トレーニングも、去年の12月から始めて、はい、今まで定期的にできてるんですけど、はいはい、やっぱりそこ数字を見ていくと、結構ゴルファーでは珍しくこう体脂肪が減って筋肉が増えていくっていうタイプ、結構アスリート系の体をしていて、はいはい、優勝した時なんかも、優勝した週が一番こう体脂肪率と筋肉量の差があったというか、うん、筋肉がついてしっかり体脂肪が落ちるという形。あ、そうなんですね、ただゴルファー一概にそれがいいとは言えなくて、やっぱり体脂肪もある程度大事であったりして、やっぱりそれは長丁場だったりと、そうですね、あと体温を保つとか。あ、そうなんですね。あとはまあ体脂肪が多い方がある程度あった方がなんですかね、ホルモンが安定するっていうふうにも言われてますし、なかなか体脂肪がないと筋肉つきにくいとか、まあ、そういった面も出てくるんで、ある程度あった方がいいと思いますね。そうなんですね、はい、なんかその目安みたいなのあるんですか。いや、人に結構難しいですね。そうですよね、一概にはなかなか言えないかもしれないけど、そうですね、その人のベストを見つけるっていう作業がすごく大事、まずあるわけですね、それが。なので毎回ジムに来たら体脂肪率と
体重とあのトレーニングの数値の関係というのを毎回こうチェックして、あ、そうなんですか、うん、体重これぐらいで体脂肪これぐらいの時は数値出るねとか、うん、まあ、そういうのも考えながら、うん、その人のベストの、あの数字を考える感じですかね、うんうん、その割合でこういう数値が出るよねっていうその目標値っていうんですか、はい、それはもう各いろんな種目によってそれがあるってことですか、はい、例えば体重が増えすぎるとやっぱりジャンプっていうのはできなくなりますし、あとはこう例えば瞬発テストバイクを3秒間漕ぐみたいなテストだと、うん、むしろ体重があった方が体重が乗ってくれるので出たりするんですよね。 なのでそういう体重が関係ない種目とある種目っていうのを見比べて、なるほど、でそれとはあの素振りの速さとか、うんうんうん、そういうそのいろんなこう相互関係で考える感じになります。はい、でもね、本当一昔前はゴルフってこうトレーニングやっちゃダメみたいな、あ、ね、そうですね、あの変に筋肉つけちゃうと、ね、はい、可動域が、ね、うんうん、狭くなるからみたいなのがありますけど、今もうやらない人いないんです。そうですね、やらなきゃいけないというか、はあ、いろんな目的がありますし、いろんなトレーニングもありますし、うん、はい、本当にこう簡単なものからしっかりと重さをつけるものまで、うん、人によって目的は違うと思うんですけど、うん、何かしらやってますよね。うん、そうですよね、はい、うん、本当に昔はね、まあ、男子プロですけど、ね、はい、試合終わったら麻雀行って酒飲んでみたいな。翌朝ね、スタートギリギリ来るみたいな、はい、それがなんかね、プロとしてみたいな、うん、話も ありましたけどね、はい、まあ、ストレスもたまるスポーツですからね、うん、そういう意味ではまあそれでリセットできてたのかもしれないです、はい、でもそれじゃ到底ね、今もうね、通用しないというか世界に、そうですね、うん、まあ、でも運動でストレス発散するのが一番健康的かなと思いますね。あ、はい、逆にトレーニングをしてストレス発散、そうですね、うん、はい、なるほどね、うん、それで斉藤、ね、コーチ の、はい、あのトレーナーのインスタを拝見していて、はい、あのこれ、ね、出していいってお話だったんだなんですけど、はい、結構やっぱりこれすごいトレーニングというか、あ、激しいことやってますよね、はい、皆さん、やっぱりゴルフって、うん、あのどうしても瞬発力のスポーツなんで、あのどんな競技よりもやっぱり力出す瞬間って一瞬なんですよね。そうなんですね、はい、例えばサッカーにしても、はい、やっぱり走った上で蹴るとか、はい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 、そういう結構ある程度持久力が必要になってくると思うんですよ、野球もやっぱり打ってから走るとか、そこまでが一連の競技だと思うんですけど、ゴルフってもう本当に打つだけなので、そのわずか 0.0 何秒もその上げて下ろすだけ そのはい、そこだけを考えたらやっぱりこういう瞬発的な動きっていうのが速くないと体もぶれますし、なるほど、力も出ないんで、どうしてもこうトレーニング内容っていうのは速くて激しいものっていうのがなってくる傾向にあります。そうなんですね、はい、これのメニューはいろいろありますけど、これ全部斉藤トレーナー考えて、はい、あ、そうですね、はい、ですね、今度はなんかおたかつみたいな、そうです、はいはい、これもこれちなみにどんな、はい、これね、遠心力を感じて腕を回すトレーニングってありますけど、これはですね、体の中心を動かして末端がもう振られる動きなんですけど、はい、まずこれあの肩の回転の可動域がないと絶対これできないんですよ。確かにかなり動いてますね、これね、はい、自在に。でその上でしっかり中心が動く練習、ちゃんとやるとすごくお腹周りとか胴体が疲れて、そうなんですか、へー、はい、あのこれやった後に振ると結構感覚が良かったりとか、あ、そうなんですか、はい、いやだからね、うん、あの我々よくあの一般青年男性は、はい、あの女子プロをね、多分体力的に近いからとか、はいはいはい、あのだからクラブのスペック真似しようとか、うん、あとスイング真似しようとかって言うけど、はい、こんなことしてるんだったら、そうですね、相当やっぱり全然近くない、近くないですよね、はい、相当彼女ですよね、はい、すごいことやってる。やっぱり一番お手本にするべきは同年代のシニアプロですとか、あ、なるほど、そういう感じかなと思いますね。いや相当やっぱり努力してね、このパフォーマンスを出してるんだなっていう。そうですね、本当に難しいスポーツですよね。あ、難しい、はい、このやっぱり一瞬の瞬発力、やっぱり瞬発力系のトレーニングがやっぱこれなんかもすごいスピード感とか、そうですね、でもまあしっかり基礎をやった上でこういう瞬発系の動きをするんで、はいはいはい、その辺はしっかりと下から土台からやっていく感じになります。なるほど、はい、まあね、トップアスリートですから当然ね、すごいことをやってるんでしょうけど、はい、
まあまあ、そういうね、あの具体的に我々できるようなトレーニングメニューは、まあ、ちょっと後ほどお伺いしたいんですけども、はい、こういうトップアスリートを教える上でなんかこうすごく気をつけなきゃいけないなとか、まあ、アマチュアとこう違うよねみたいなところっていうのは何かあります？やっぱりそれぞれ取り組んでいるスイングは全く違うので、うん、はい、僕はスイングの専門家ではないので、はい、まずしっかりコミュニケーションを取って、うん、選手がやりたいこととできていないことを理解するっていうことですかね、うん、そのギャップを埋める作業っていうのはやっぱりトレーナーの仕事だと思うので、はいはい、そこはコミュニケーション、選手と、うん、コーチと3者でしっかりコミュニケーションを取る、なるほど、で方針を決めるということですね、うん、はい、まあ、もちろん飛距離を伸ばしたい人もいれば、はい、やっぱりこう安定させたりとか、ね、そうですね、うん、はい、なるほどね、分かりました。まあ、ちょっといろいろね、まずは女子プロの関係のお話を伺いましたけど、ちょっとまあ次はね、具体的なトレーニングメニューの方にちょっとお話を伺いたいので、また引き続きよろしくお願いします。